新潟県の震災があってから2004年からそれから4年経って月日が経って2010年現在になります。昔僕は長岡牧場長岡市村に長岡市村の長岡牧場に YouTube さんに YouTube さんに登録でいろんな人が長岡市村に飛び出してるんですけど動画が今見て語ります。長岡市村ね、割とこういうの物語っていうのが舞台となってまして、実際のこの出来事を多くの人は実写だったんですけど、あれは感じですね。やっぱり当時行った時後から残ったりすごく皆さんにも行くようにどこか怖いかもしれない。